大分川下流域大分川下流から、川口方面南大分から広瀬橋、方面船井大橋から、下流側を見る大分川は、大分県中部を流れる大分川水系の本流で、一級河川である。古くは、道尻川、寒川とも呼ばれた。九十連山の東側に位置する湯布岳の南西六に、橋、南西方向に流れて、湯布院盆地を貫流した後、 次第に向きを変えておむね東流下流では大の川とともに、大分平野を形成し、大分市市街地を東西に分けながら、北流に転じ別府湾に注ぐ。大分川源流から、湯布市長間町の天神橋までは、大分県大分河川事務所が管轄する県、管理区間であり、天神橋から、国土交通省九州地方整備局大分河川。 国道事務所の国直轄区間となる。13世紀頃は沿岸に河原の市が多く建っていたから市川と呼ばれた。大分川は大分軍の軍名に由来すると思われる。大分の語源については諸説があり、定かではない。古くは天平12年頃までに成立したとされる文語国風土器に記載が見え、燃料が多く取れると記されている。上年には、 大分川で白亀が捕獲され、朝廷に献上された。朝廷はこれを大随として、上和から箇所への改元が行われた。1953年の昭和28年西日本水害では、小野鶴橋、舞鶴橋が流出し、大分川の氾濫により、大分市街地のほとんどが浸水する被害を受けた。この水害を機に、支流の瀬川に、 洪水調節用のセリガーダムが建設された。1967年に旧河川の指定を受けている。2020年の令和2年7月豪雨では、大分川が、湯布市庄内町東町方と波間城下市で、越流が発生した。湯布市湯布院町川西で、国道210号や JR 九大本線が被災したほか、湯布市庄内町の新流橋が損 大分市内でも内水氾濫により流域のエクマ、各、民河原、三吉、宮崎等で冠水被害があった。また、湯布市の同時寺観測所、大分市の府内大橋観測所での水位が観測史上過去最高であった。中流部大分県湯布市、大分市を大分川水系全体の流域には、他に別府市、竹田市、文豪野市、九州町、 九十町が含まれる。上流部、白滝川との合流点と呼ぶだけ上流から、下流の順に記すギャラリー橋の画像です上流から、下流の順に記す七瀬ダムなお、七瀬ダムは、大分川の本流ではなく、支流の七瀬川に建設されている。ありがとうございます。